ニューヨークがビルの重さで地盤沈下についてですここからは FNN ニューヨーク支局の小川宗介記者に伝えてもらいます小川さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますえニューヨークといえば今私の後ろにも見えている高層ビルの摩天楼というのが一つの象徴ですよね今回この象徴的な摩天楼によってニューヨークが沈んでいるという驚きの研究結果が発表されたんです アメリカの地質調査所の研究チームが発表したものによりますとニューヨーク市の建物の総重量はおよそ7.64億トンこれは東京スカイツリーのおよそ2万1000個分に相当する重さですそしてニューヨーク市全体では1年間で平均して1から2ミリ埋め立て地だったり地盤が柔らかい場所では局所的に4ミリ以上沈下していてその上に立つ ビルなど建物の重さが沈下の一つの要因になっていると分析されていますえ特に沈下量が大きい場所の一つとして挙げられているのが有名なウォール街を含めたローアーマンハッタンと呼ばれるマンハッタンの南のエリアです1959年と現在のローアーマンハッタンを比べたものですがえ特に左の辺りを比べてみてみると新しく埋め立てられた土地にも大きいビルがいくつも立っていることがわかるかと思います マンハッタンのおよそ30%は埋め立て地と言われているんですがそういう場所に続々と高層ビルが建っているという現状があるんです、まあ、マンハッタンはニューヨークの中でも人気があるからこそだと思いますけれどもこうやって高層ビルが新たに建ち続けるとさらに地盤沈下が進んでしまうということですよね。はいそうなんです 今回の研究に研究にも参加したスティーブン・ドント教授は高層ビルの建設場所について警鐘を鳴らしています years, decades, sure,、right、実際に岸のすぐそばに建設され地盤が沈下して問題が出ているという建物もあるんです ローアマンハッタンにあるこちらの建物、58階建ての立派なマンションになる予定だったんですが、なんと建設中に建物の一部が最大8センチほど沈下し、マンション全体が北向きにおよそ8センチ傾いていることが発覚したんです。傾き自体は目視では分からない範囲なのですが、関係者の間で訴訟に発展していて、工事が進まないという状態が続いているんです。いやこれ入居を予定している人も心配ですよね はい。えもちろん業者のずさんな計画というのが大きな原因だとは思うんですが、えこうした高層ビルの地盤には大きな負荷がかかっているということがこうした事例からもわかりますよね。えそして将来的に地盤沈下によって懸念されるのが浸水被害の増加です。えニューヨーク市では近年、2012年と2021年にハリケーンで甚大な被害を受けていて、え当時は地下鉄や建物などが浸水し多数の死者を出しました。

このように深刻に受け止めている人はまだ少ないなという印象でした。まあ、確かにこの年間数ミリ程度と聞くとすぐにこの危機感をイメージするにはちょっとまあ難しい数字なのかなとも思ってしまいますよね。うん はい、そうですよね。え、ただニューヨークでは着実に海面が近づいていってるんです。そこで注目の裏情報はこちら。海面上昇でマンハッタンに住めなくなるです。え、アメリカの海洋大気局の研究では、温室効果ガスの排出が現在のペースで済んだ場合、2100年までにアメリカの海岸ではおよそ60センチ海面が上昇すると分析予測されています。 アメリカメディアによると海面が60センチ上昇した場合マンハッタンではおよそ8000人の住居が海に沈むと指摘されているんです。2100年だからあと8時の切っているとなるとこれかなり切迫した課題だなと思いますけれどもじゃその海面上昇と並行して地盤沈下も進んんででしまっていいるととうことなんですね、はい。仮に毎年4ミリ地盤沈下が進んだと仮定すると50年間では20センチです。 海面上昇と地盤沈下を合わせて考えると今世紀のうちにもしかしたらマンハッタンで住めなくなるエリアができるかもしれませんニューヨーク市としてはハリケーンの被害の後から海面上昇や高潮への問題意識は高まっていて将来に向けて防水壁の設置など1200億円以上を投資する長期的な浸水対策のプロジェクトをスタートさせています。 ただそのプロジェクトの元になっているニューヨーク市の分析では海面上昇での将来的な被害について細かくシミュレーションされている一方地盤沈下の影響についてはほとんんど言及されていないなですそうなってくるとこれ実態と異なるところも出てくる可能性もありますしこの大規模な対策が長期的にどれだけ機能するかというのはやや不安になってしまいますね。 はい、そうですよね。都市計画にも大きな影響が出てくるかと思うんですがただ、こうした地盤沈下はニューヨークだけでなく世界中で起きている現象で先ほどのドント教授らの世界99都市を対象にした調査ではこのうちほとんどの都市で海面上昇よりも地盤沈下の値の方が大きいという研究データも出ているんです。 ああ海面上昇に加えてこの地盤沈下の対策も急務だという中でじゃあ何か対策というのはあるんですかはいえ実は日本でも1950年代以降地下水の過剰採取による地盤沈下が全国で起きていたんですえただその後法整備で地下水の保全を進めた結果近年は地位化傾向となっていますえもちろん地盤沈下の原因は様々あるので 一概には言えないんですが、ただ日本のように法整備によって対策が進むという事例もあるので。今後地盤沈下に対する問題意識が世界中で高まり、研究や対策がさらに進むことを期待しています。はい、古賀さん、ありがとうございました。三宅さん、ニューヨークは沈んでしまうかもいま。いや、日本は先進国ですよね。だって、<ー>あの東海岸はね、岩盤硬いですよね、はいも。だから、まあ、バン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 立つのはいいんだけれども。 やっぱりあのニューヨークの人の関心低いね。やっぱりさあちょっと勉強してくるなきゃ困るなと思う。まあ日本の場合もね、そのいろいろ研究はしてるんで、うん、いくつかもう技術的にもいろんな支援ができることがある。日本の役割あるかもしれませんね。ああうん、まあ自信がないというのも、その揺れがないというのも大きいことなんですよね。ら分かんないし自信全然分かんないです。です,ね、ですからその意味では我々は進んでると思います。うん 海面上昇の問題でいえばイタリアのベネチアをはじめこれ世界中の沿岸部として起きている問題ですからね 1>, 1日も早い対策が望まれます。